はい、ただいまよりですね、先ほど12時30分より行われておりました、秋葉原歩行者天国再開に向けてのセレモニーの様子の方をですね、VTR でご紹介したいと思います。準備できましたか？はい、ではこちらから VTR どうぞ。頑張ってまいりたい、そして、本格再開に向けて、無事に移行できますよう心から念願をいたしておる次第でございますので、どうぞ一層のご協力、ご支援、ご指導をお願い申し上げたいと思います。お会いにあたりまして、この歩行展に関しましてご尽力をいただきました管理官の皆様方、そしてまた今日お集まりの皆様方に心からなる御礼を申し上げまして、私のご挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。大塚副会長ありがとうございました。今私はここに立ち、2年7ヶ月前の悲惨な事件を思い起こしますと、ご遺族の皆様をはじめ被害に遭われた方々の悲しみは幾ばくかと胸の詰まる思いがいたします。改めて心からご冥福をお祈り申し上げます。この事件で亡くなられた方々が空の上からこの歩行者天国再開の様子をどのような気持ちで見て当てくださるのでしょうか。おそらく二度とこのような事件が起こらないようにと、そして笑顔あふれる楽しい散策の場になってほしいと、さらには世界の秋葉として秋葉原歩行者天国が社会や地域、そして人々が安心安全の架け橋となることを願っているんだろうと思っております。通りにおける秋葉原歩行者天国の再開にあたりまして、一言ご挨拶させていただきます。先ほども黙祷をさせていただいたところでありますが、我々としては決して忘れることなく心に刻みつけておかなければならないことだと思っております。本当にですね、今まで平成20年6月15日から歩行者天国が中止になっておりますが、その間、千代田区を中心といたしまして、商店街、地元の商店街の方、あるいは電気街の方、町会の方、秋葉原マネジメントの方、方々ですね、力を合わせて、ここまで来たところであります。本当にありがたく思っております。その安全対策といたしまして、東京都千代田区の支援を受けて、末広町町会に16台の防犯カメラ、そして、この中央通りを中心にいたしまして、秋葉原電気街振興会にの方に、34台の防犯カメラを設置していただくとともにですね、町の人たちも守っていただいて、町を訪れる人にも守っていただきたいルール、秋葉原協定というものも作っていただきまして、その浸透を図ってきていただいたところであります。そしてまた秋葉21を中心にといたしまして、地域が地域ぐるみ町ぐるみで防犯活動パトロール活動も推進していただくなど、本当にありがたく思っている次第であります。おかげさまでなんとか本日試験的実施までこぎつけたところであります。ぜひこの試験的実施をしっかりと推進していただいて、していただくためにますます皆様方のご理解ご協力をお願いしたいと思っております。それでこのいわゆる歩行者天国といいますのは、
買い物を歩道だけでは買い物をする方等の通行の安全が確保できないということから、車道を歩行者専用道路として開放するものであります。一般的にも歩道上または車道上では商品を並べたり、あるいは看板を置いたり、人だかりができるようなパフォーマンスはできないのであります。従いまして、そのような行為を見たときには必ずここではそういうことができないということをみんなで言って伝えていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いしたいと思います。そういうことによって今度の7月からの本実施に何とか結びつけていただきたいということでございます。万世橋警察署といたしましても、秋葉21の皆様方の自主的な運営をしっかりと支援させていただく所存であります。よろしくお願いします。でまた今日大勢のマスコミの方、あるいは報道関係者の方が来ていらっしゃいますが、また各県、地元以外の方から大勢の方が見ていらっしゃいますが、ぜひ道路でパフォーマンス等を見かけた際には、ここではそういうことができないということを言っていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。そういうことによってみんなで、この安全安心な歩行者天国のできる秋葉原を全国に、そして全世界に発信してまいりたいと考えておりますので、さらなる皆様のご依頼、ご協力、ご理解とご協力をお願いいたします。お願い事ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。本日は大変おめでとうございました。それではお願いいたします。どうぞ。2年7ヶ月の間、公共空間活用検討会で13回、地域連携部会秋葉21で21回の会合が持たれました。2年7ヶ月という年月はいささか長い気もいたします。小田原評定か、あるいは、会が劣っているのではないかという話もありましたけれども、しかしながらこの2年7ヶ月の会議の間に、地域の皆さん、町会の皆さん、行政の皆さんと私どもこの秋葉原で商いをさせていただいている者たちの間で、さまざまなこの町をどのようにして良い町にしていくのかという議論について本音で、たくさんの議論をすることができました。その結果として、町会の皆さん、行政の皆さんと私たちの間でネットワークができ、そしてスクラムができてきました。このことを考えると、この2年7ヶ月の期間というものは決して無駄ではなく、とても有用な期間であったというふうに考えます。この秋葉21の会議の中で工作する意見を強いリーダーシップでまとめていただいた大塚部会長の、力がなければ今日を迎えることができなかったと思っております。改めてこの場を借りて大塚会長に御礼申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。そしてまた会を支えていただいた TMO の皆さん、そして千代田区の町づくりの関係の皆さんには、裏方として調整として本当にご努力いただいたことを改めてここでも御礼申し上げたいと思います。皆さんありがとうございました。1時から再開されるホコタンでございます。私たち、地域で商売させていただいている者たち、全力を挙げて、安全な町であることを発信し、また、不幸な事件が二度と起きないように、頑張ってまいりたいと思います。また今日お集まりの皆様にも引き続き、強力なご支援ご指導をいただきますようにお願い申し上げまして、閉会の挨拶に変えます。どうもありがとうございました。はい、12時30分から行われておりました、秋葉原歩行者天国再開に向けのセレモニーの様子をお伝えさせていただきました。さまざまな方からのご挨拶等もございましたが、どのように、受け取っていただけましたでしょうか。ここで、12月、
12時から、失礼しました、11時から、行っておりましたアンケートのですね集計途中結果の方なんですけども、まだちょっと非常に少数ではございますが、どういった傾向があるかどうかご紹介させていただきたいと思います。現在のところですね、日本人の方、外国人の方、ほぼ同数ぐらいの感じで、集計が出ております。その中でも日本人の方の方は、秋葉原協定についてご存知ですかというご意見に関しては、現在のところ、ご存知ない方の方が、多くいらっしゃる様子です。歩行者天国の再開はしてきましたかということに関しましては、ほぼ、すべての方が、現状再開をして、秋葉原に今日来られたという方がほとんどのようです。歩行に便利でしたかということに関して、さらに継続してほしいですかということについても、ほぼすべての方が、はいと答えてられております。また、継続に対するご協力、ボランティア活動など、協力いただくことができますかということに関しても、はいと答えていただける方の方が、現在のところ多く頂戴しております。また外国人の方についてなんですが、秋葉原協定ご存知ですかという部分の答えにつきましては、まだご存知ない方の方が多い様子ですね。また再開をして、来られましたかということにつきましては、外国人の方については、すべての方が、知らないと、知らずに秋葉原に来ましたという方が、ことでした。歩行に便利でしたか、継続してほしいですかというついては、すべての方が、はいとお答えいただいております。そして、継続することに協力いただけますかというところは、観光客の方が多いことも、噂はしているかと思うんですけれども、ノーと答えられている方が、今のところ、ほとんどという状況になっております。このような形で引き続き、今回の放送ですね、15時までの間に、集計できる限りのものをまた改めて、後ほどご紹介したいなと思います。ツイッターの方もですね引き続き、募集しております。ハッシュタグ、シャープほこてんで、皆さんのご意見をぜひ、つぶやいていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。では引き続き、歩行者天国の様子の方をお伝えしつつ、放送を継続したいと思いますので、よろしくお願いします。